この辺の人は、うん、だからね、飲むってあれないんだよ、ほとんど、うん、そうだよね、昔もデタルクが決まる、昔はさ、仲間と集まってて必ず飲んだりとか、うん、野菜作りしてんな、あれさ持ってきなよってみんなね、あのほらやることねえから、そうなんだ、うん、でほらあの畑を借りてやってんだよ、そうなんだね、であの行政によっちゃね、あの何か、うん、農家に働きかけて貸してやってくれってやってるみたいな、あの
スカンダル犯すような気がしていいんだよ、うん、ここね、いくらでもね、作ってみないかいなんて言われてるんだけどさ、そうだよね、持ち主は貸した方がいいもんね、うんうん、ただでもいいから、うん、貸した方が、うん、草は生えないしさ、うん、それ向こうのね、おばちゃん一人ずばいのあれが並んでる、うん、もう畑余っちゃってね、どうしようもねえみたいな、使わなきゃ雑草が生えちゃうしさ、うん、ほんとね、喜んで貸してくれ、本当に喜んで貸してくれ、うん、あのトンネルの向こうから撮るとさ、はい、あれが額縁になって山が綺麗に撮れるじゃあ次回